この本ずっと紹介したかったんです。マジで名著ですからね。学識サロンの間です。あなたは営業の仕事って聞くとどんなイメージがありますかね。ノルマが辛い、残業が多い、強引に物を売らなきゃいけない、取引先にペコペコ頭を下げなきゃいけないみたいなネガティブなイメージありますかね。確かに営業の仕事イコール大変みたいなイメージってあるんですが、もう断言しちゃいます、それはあくまでも売れない営業マンのイメージ。これがトップセールスマンだとどうなるのか。年収は最低800万以上、いつもニコニコしていて余裕がある、売ろうとしなくても勝手に売れていく、お客さんからは感謝されまくり、こうなっていくんですよ。おそらくですが、あなたの周りにもこういうすごい営業マンいますよね。このすごい人とダメな人、違いってなんだかわかりますか？実は成功している人だけが知っている営業の技術があって、それを実践しているかどうか、違いはたったのそれだけなんです。私はそれをこの本で7年ほど前に知ったんですが、マジで衝撃を受けて、今でもね、大事にしている一冊なんですよ。それが中村真嗣さんの著書、営業の魔法。いや、この本本当に素晴らしすぎる本で、私の中でもバイブルだったんですが、営業っていうニッチなジャンルだから、ちょっとね、紹介するのを避けていたんですよ。ただ最近はね、コロスケが落ち着いてきて、みんな仕事頑張ろうっていう気持ちをとてもとても強く感じるので、今回はニッチなジャンルでも特別に紹介しようと決めました。何がすごいって、この本発売されたのが2007年で、もう17年も前の本なんです。そしてびっくりなのが、今読んでも内容が全く色褪せないこと。ビジネスする上で大事な原理原則って基本変わらないということを教えてくれてるんですよね。あとですね、この本すごいのが、あなたが営業じゃないとしても全然役に立つ内容ばかりでして、ビジネスパーソンなら毎日カバンに入れて持ち歩いた方がいい一冊。しかも私の大好きなストーリーで学べるビジネス書なんですよ。もうね、小難しい本が苦手って人でも読みやすいのでマジでおすすめ。まずはこの本のあらすじを紹介して、その後知っておかないと絶対に損するテクニックを2つ厳選して紹介しちゃいます。特にね、2つ目の占い営業という話は私の中で常に意識している大事なノウハウなんで、ぜひそこの部分注目して動画も見てほしいです。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。チャンネル登録よろしくね。一つ目、あらすじ。主人公は営業部に配属されてまだ半年の新入社員の小笠原です。飲食店とか事務所で利用する業務用の空気清浄機を売る営業の仕事だったんですが、入社してから売上はゼロ、顧客もゼロ、もう典型的なダメダメな営業マンだったんです。でも入社した時はやる気満々で、最強の営業マンみたいな本を何十冊も読んで勉強していました。やる気はあるんだけど数字がついてこない。そして当然上司からは詰められる日々。そうやっていつの間にか自信もやる気もなくなっていったんですよ。一日のスケジュールはというと、毎朝の朝礼で一日のスケジュールを伝えて、今日の売上目標を宣言。週始めなら1週間の目標、月始めは1ヶ月の目標を宣言してから、見込み客のリストに沿って1件ずつ訪問営業するんです。まさに泥臭い営業方法ですよね。その日も今日は3件のプレゼンがありますと伝えて外出しました。でも実際は喫茶店に逃げ込んで夕方まで時間を潰す日々を送っていたんです。ほら、よくコンビニの駐車場に車を止めて寝てる営業マンとかいるじゃないですか。まさにあんな感じ。あれはね、やっちゃダメっす。でもそこから小笠原の人生が劇的に変わる出来事が起こるんです。いつも通りサボっていたある日、全身からキラキラしたオーラを放った男性が喫茶店に入店してきたんです。それはネクタイをした神谷という男性営業マンで、後ろには見込み客であろう年配の男性も一緒。この神谷さんが本当にすごいんですよ。2冊のバインダーを巧みに操って商品説明をして的確に質問を投げかける。見込み客は当たり前のように契約書にサインをしていたんです。しかも見込み客は笑顔でありがとうございますと頭まで下げていたんですよ。そんな魔法のような営業を目の当たりにした小笠原は衝撃を受けます。自分は営業してお客さんから感謝されたことなんてない。なんであんなにすんなり営業が決まるんだろう。どうしても気になっちゃって、お店の外に出た後、小笠原は神谷さんに話しかけるんです。そしてもう頼み込んで神谷さんに営業のレクチャーを受けることになるんですよ。そこから1ヶ月半、早朝6時から喫茶店に集合して11個の魔法をレクチャーしてもらうことになるんです。すると徐々に小笠原は成長していって、あっという間にトップ営業マンになっていくサクセスストーリーがこの本の内容なんですよ。でもただのビジネス書じゃないのがこの本のすごいところ。最後12個目の魔法を教わることがないまま、突然神谷さんが姿を消すんです。え、なんでって思うんですが、最後はね、感動の結末が待っていますので、ぜひね、それは実際に読んでみてほしいです。もうね、ストーリーが面白すぎる。ビジネス本ってことを忘れるくらいあっという間に読み終わる最高の本でした。二つ目、占い営業という話です。あなたは営業の役割って何だと思いますか？お客さんに商品やサービスを紹介して売ること？まあ普通はそう思いますよね。
でもそれじゃ土産流違うんですよ。神谷さんは小笠原にこう言うんです。営業とはお客様の問題を解決するお手伝いをする職業です。そしてお客様と成長の感動を共有するという使命があるんです。いやちょっと何言ってるか分かんないって気持ちは分かりますが大丈夫、分かりやすく説明します。この本の主人公小笠原の仕事は業務用空気清浄機の営業なので、オフィスとか店舗に訪問して売り歩いていました。でも神谷さんは言うんです。だから売れないんです。明日から、いや今日から売ることをやめてごらん小笠原、そんなことはできません、僕は営業マンですから。神谷、では言い方を変えましょう。これからは汚れた空気で困っている人の相談に乗ってあげてください。その人はすでに解決策を持っているかもしれません。いや困って途方に暮れているかもしれません。その人の良き理解者になり、良き相談相手になるんです。こう言うんですよ。確かに営業なのに売ることをやめろって意味わからないですよね。でも売りたいなら売ろうとしないこと、まずは相談に乗って耳を傾ける、これが大事だと小笠原は学ぶんです。ただ小笠原が売れないのには原因がもう一つあって、それまで営業先では自社の空気清浄機があなたのオフィスの汚い空気をきれいにしますみたいな営業をしていたんです。もちろん直接的にオフィスが汚いと言っているわけではなくても、これお客さんからするといい気はしませんよね。欠点を指摘されたと感じたお客さんは防衛のために反論してしまう。だからお客さんから邪魔者扱いされてしまっていたんです。そもそもですね、人って興味のないことや気づいていないことに対して拒絶する生き物なんですよ。現状問題なく生活してるんだから、新たにお金をかけてまで何かを変える必要なんてない。そもそも定期的に窓を開けて換気もしているし掃除もしているんだから空気が汚いわけがない。何も知らないくせにこの営業マンは上から目線でうちのオフィスを否定してくる。そう思われてしまったらそりゃ売れるわけないですよね。まずはですね、営業は物を売るという固定観念を取っ払う必要があるんです。営業は商品を利用したお客さんが喜んでくれて幸せになってくれること、お客さんからありがとうと言われるために行動する、これが営業の本当の仕事なんですよ。それを神谷さんから学んだ小笠原はある見込み客に訪問します。それはたまたま通りかかった幼稚園でした。使命は売ることじゃなくて問題解決のお手伝い、そう言い聞かせて園長先生に話しかけます。子供たちの生活環境でお困りのことはありませんか、こうやって話すんですよ。そこからは少子高齢化の話、教育環境、補助金の不公平についてなど1時間くらい話を聞いたんです。そして園長先生は言います。ところであなたはどんな用事でいらっしゃったの、こうやって言われてからここから初めて話し始めます。花粉症で悩んでいる園児はいますか、そうやって聞いたんですよ。すると園長先生は、今年の春は花粉が多くて大変だった、マスクを用意したり手洗いの徹底、室内に入るまでに衣服を払ったり、いろいろと苦労をしていたんです。そこでついに窓を開けることなく、いつも清潔でクリーンな空気を提供できる商品があります、こうやって提案したんですよ。その結果改めて見積もり書と提案書を持って訪問する約束まで取り付けることができたんですよ。この話聞いてどうですかね。相手から信頼され、質問しただけで相手の困っていることを聞き出していますよね。まさにお客様の困っていることを助けるのが営業マンの仕事というのがわかるいいエピソードじゃないでしょうか。これはね、もう明日、いや今日からできることです。考え方が変わればあなたの行動も変わり、周りも変わっていきます。ぜひね、売らない営業試してみてください。3つ目、本当のイエスバット話法という話です。このイエスバット話法というのはあなたも一度は聞いたことありますかね。相手の言ったことに対してまずはイエスで肯定して、それから自分の意見を言うという話法です。例えば今日マック食べたくないと言われたら、いやマックよりケンタッキーがいいかな、というよりも、確かにマックいいね、でも今日はケンタッキーが食べたい気分の方が柔らかく聞こえますよね。でも実は営業する上でこの普通のイエスバット話法だけでは不完全だったんです。特別にですね、本当のイエスバット話法を教えちゃいます。まずは一般的なイエスバット話法、例えばちょっと高額だから検討しますと言われた際の切り返し、確かに高額ですよね。しかしリースも組めますので、月々のお支払いは数千円程度です。お客さん、月々は数千円でもトータルでは結構な金額だからね。はい、その通りです。確かにトータルでは高額です。でも皆さんの環境を維持するコストを考えれば必要経費と考えられませんか。そうは言ってもいろいろ予算を検討してみないと、みたいな感じで結局検討になってしまうんです。じゃあ一体どうしたらいいのか。そこでできる営業マンだけが使っている本当のイエスバット話法を使うんです。それがバットの部分をこちらから言うのではなく、お客様に言ってもらうというテクニック。まずはお客様の意見をしっかり聞いた上で、その後その意見に対して質問をする。そうすることでお客様自身に気づいてもらう方法なんです。例えばお客様が60万円の空気清浄機は高いと言ったとします。
そこでその通りです。決してお安くはないと思います。ところで今何かと比較されて高いとお考えになったのでしょうか。こうやって質問をするんです。すると家庭用の空気清浄機と比べたのかもしれないし、コピー機やパソコンなどと比較するはずですよね。そこですかさず、確かに家庭用の清浄機はお手頃な価格で購入できますよね。ちなみにオフィスで何畳くらいありましたか？お客様、畳を敷いたらそれこそ何百枚だと思うので、とても広すぎて家庭用では対応できないかと。ここでお客様が自分自身で気づくんですよ。だから業務用の空気清浄機が高い、でも必要だということに。こうやって質問を繰り返すことでお客様に気づいてもらうのが本当のイエスバッド和法だったんです。なぜそう考えるのか、今お客様が言った真意は何なんだろう、本当のところはどうなんだろうか、それを突き詰めていくことで押し付けられた感ゼロで勝手にクロージング、要は営業の最後の爪の部分、契約を取る大事な部分を相手が勝手に自分自身にかけてくれるんですよ。すると無理に売らなくても自然と売れてしまうというものすごいテクニックなんです。この和法どうですかね。この方法もマジで営業で使えるテクニックなので、ぜひね、騙されたと思って明日から使ってみてください。劇的に効果あると思います。さらっとまとめです。1、あらすじ。2、占い営業。3、本当のイエスバッド和法という話でした。どうでしたでしょうか。この本ぶっちゃけ私もこれまで3回以上読んでるくらい大好きな本なんで、ぜひね、気になるという方は説明欄のリンクからポチってみてください。二つ目の占い話あったじゃないですか。あれ、私の昔からの営業の師匠がいまして、仮にここでは A さんとします。その A さんも同じようなことをやっていたんですよね。その人は新卒で大手のコピー機の会社に入ったんです。そこで新入社員は全員たくさんの新規の顧客リストを渡されて、とにかく訪問して名刺だけでも配ってこい、こうやって言われたそうなんです。でも A さん、それやらなかったんですよ。ぶっちゃけ生意気な新入社員ですよね。その時 A さんが何をしたのかというと、コピー機をきれいに掃除する、それだけをしたんですよ。しかもコピー機がそろそろ壊れそうな顧客に絞って、毎日その会社に顔を出してこう言うんですよ。コピー機掃除させてください。これ一見やばい人ですよね。でもね、そのお客さんも興味を持って、なんでいつもコピー機磨きに来るのって聞いてくるんです。そうすると、いやー、このフォルムが好きでみたいな返しで、とことんお客さんとまず仲良くなるんですよ。するとどうなると思います？その会社の人はコピー機がもし不具合があったら、すぐにみんな A さんに連絡するんです。そして故障したら当然買い替えますよね。その時の選択肢がもうその A さんから買いたいという状況を自然と作り上げているんですよ。その方法で何百人いる新卒の中で、半年後にはトップの営業マンになったそうです。まさに占い営業ですよね。いや、すごい。今でもね、その A さんとは仲良しで、もう10年以上の付き合いになりますが、いつもね、ビジネスのこと勉強させてもらっています。あなたの周りのこの人の営業方法マジですごかったというエピソード、ぜひね、聞いてみたいので、コメント欄で教えてください。学識サロンは企業さん向けにアニメーション制作のサービスをしています。会社のホームページの会社紹介としてアニメーション動画で作りたい、商品の説明動画をアニメーションで作りたい、自社の YouTube 動画をアニメーションでやりたい、などなど、あらゆる場面においてアニメーション動画は使えますので、もし考えている企業の方、個人の方はぜひね、説明欄からサイトを覗いてみてください。さよなら、さよなら、さよなら。